皆様おはようございます。ネットを通してご参加の皆様もおはようございます。天沼教会の安息日学校にようこそおいでくださいました。最初に開講賛美歌を共に歌いましょう。339番飼い主我が主よ。よろしくお願いします。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、今このようにして安息日にこの会堂に共に集まり、あなたの御言葉を学ぶひとときを持とうとしています。どうかこの時間あなたの知恵を授けてくださって、あなたのことをもっとよく知ることができますように助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通しお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。改めまして、皆様おはようございます。本日の奉仕を、してくださる方をご紹介します。ピアニストは、湯川晴美さんです。よろしくお願いします。校長は私後藤が務めさせていただきます。安息日学校からのご案内です。まだ今期の聖書研究ガイドをお持ちでない方は受付でお求めください。本日の特別賛美歌は青年会のハンドベルです。どうぞよろしくお願いいたします。
美しい調べをありがとうございました。今日はミッションスポットライトがあります。小さな自転車乗りと聖書研究です。どうぞよろしくお願いいたします。フェルディナンドとアナスタール夫妻は南米に福音の種をまきました。そしてその種はその後何年にもわたって他の宣教師たちの働きによって芽を出すことになります。1909年スタール夫妻は米国を出発するとボリビアとペルーの先住民に長年奉仕し学校や教会を設立しました。また二人は後に中南米で生涯をかけて宣教活動を行うフォード夫妻のような宣教師たちへの指導も行いました。一方ブラジルではリオとジェシー・ハリウェル夫妻がアマゾン川流域の人々に奉仕しました。二人は伝道が極めて困難な川沿いで何年も働きます。光を運ぶ人を意味するルゼロ号という伝道用のボートを使って人々に礼拝や医療を届けました。ハリウェル夫妻が奉仕した人々は30年間でおよそ25万人にも及びます。二人の医師は希望と癒しを届けるルゼロ号を通して今も生き続けています。南米地域には250万人以上のセブンス・デ・アドベンチストがいます。そして大勢の教会員が発想力豊かな方法で地域社会に奉仕しています。ブラジル育ちのジャイールは若い頃人々から信頼されず問題ばかり起こす人だと思われていました。その後アドベンチストのメッセージを学びイエス様に心を捧げる決心をしました。そしてキリストを受け入れた彼は自分のタラントを生かして他の人を助けたいと思うようになりました。人々が自分をどのように思っているかを知っていた彼は地域の子供のためにユニークな伝道方法を思いつきました。自分の自転車工房を都市伝道センターに変身させたのです。教会の子供たちに近所の友達を誘って自転車に乗ることを勧めると30人以上の子供たちが参加しました。古い自転車を修理し持っていない子供にプレゼントするこの活動はフレンズ・オブ・バイクと名付けられました。フレンズ・オブ・バイクは自転車に乗った後聖書研究を行います。その結果2人の子供がバプテスマを受け現在3人の子供がバプテスマを受ける準備をしています。今日地域の人々はジャイールを信頼しています。彼は変えられたからです。昔彼を批判していた人たちは今子供や孫たちを彼の自転車工房に送っているのです。ジャイールは南米地域の教会員が全員参加伝道を心がけ希望のメッセージを人々に熱心に広めている一例に過ぎません。この地域のためにまたこの地域で神様がなさっておられる伝道活動のためにお祈りください。皆様のご支援を感謝いたします。それでは皆さん暗唱聖句をいたしましょう。今週暗唱聖句にチャレンジされた方はぜひお立ちいただきたいと思います。それではいきましょう。3、はい、私たちは皆顔を追いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは聖なる主の働きによるのである。第2コリント3-18、はい、ありがとうございました。それでは、皆さん、お立ちください。一緒に暗唱聖句を、やりたいと思います。はい、
では三杯。私たちは皆顔を覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは聖なる主の働きによるのである。第二コリント3の18、はい、ありがとうございました。どうぞご着席ください。安息日学校では今年も暗唱聖句と、聖書通読を奨励しています。皆さんもぜひチャレンジなさってみてください。はい、それではこの後は、聖書研究の、教科のクラスに、分かれたいと思います。解道のクラスは高崎先生によって、解説していただきます。それから、Zoom のクラスは事前予約が必要です。青年クラスは三育学院大学の、6号館2階教室で行われます。どうぞよろしくお願いいたします。今のところ、コロナの影響ではないバージョンでこうやって安息日学校と礼拝行われていますけれども、過去最多をずっと更新していますので、やっぱりこう政府が動くとなるとですね、やっぱ教会もそれに応じて対応していかなきゃいけないということになりますので、いつまでこの形で続けられるかという一抹の不満を覚えながら、もしかしたら今週が最後になっちゃうかもしれないですけどね、こういう形でやるのはね、様子を見ながらということになりますかね。お祈りいたします。天の神様、本当に、晴れやかな天気とは裏腹にいろいろな心配事があります。戦争の火の下で怯えながら暮らしていらっしゃる方もいらっしゃいますし、見えない敵と本当に日々戦っていらっしゃる、医療者の方々もいらっしゃいます。また本当にご自身の不調ゆえに、明日がわからないような状況の中にいらっしゃる病める方々もいらっしゃいます。どうぞ本当にそのような方々の上に豊かな慰めがありますように、またこうして教会に集うことができる私たちも本当に今日学びましたように光として日々立ち続けることができるように、どうぞ力をお与えください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。皆さん、今週の学び、どんなことを考えました？私はね、やはり教会の目指すべきは原点に帰るっていうことなんだよなっていうことを痛感する学びだったかなっていうふうに思います。ですね、ちょっとね、驚くべき数字をちょっと小耳に挟んだんですね。初代教会の人たちっていうのは吠えたける獅子がですね、暴れ回る中で、こう本当に、こう細々とあ生活の営みを続けていながらですね、なんとかその日を
消さずに、存続することができたわけなんですけれども、これはですね、彼ら自身が努力してかろうじて逃げおおせたっていうんじゃなくて、神の守りなしには到底彼らはこう、それこそウクライナ戦争じゃありませんけれども、圧倒的な火力によってですね、本来いとも簡単に押しつぶされるような存在でしかなかったんですよね、数の上では。だけれども、数百年間のその困難な時代を生き延びたというのはですね、もうこれは神の助けなしには起こりえなかったことなんですよ。私ですね、ちょっと誤解をしてたんですね。ローマ帝国があれほどキリスト教を目の敵にしたのは、数の上でだんだん異教の民をクリスチャンたちが圧倒するようになってきたので、身の危険を覚えた。要するに、クリスチャンは無抵抗主義ですから、彼らはいかなる手を使ってでもこう敵をですね、あらゆる手段を、敵を倒すためにあらゆる手段を用いることができるんですよね、ローマ帝国は。もともとやっぱりローマ人っていうのは残虐さにおいてこう世界を支配することのできた人たちですから、まあ、その性質を持ってですね、クリスチャンたちに対峙したわけなんですよ。でもね、そうじゃなかったんですね。数の上でローマ帝国を脅かすほどになったから危機感を感じたっていうんじゃなかったんですね。せいぜい数の上ではこうキリスト教がですね、最も花開いた時でさえ、人口的にはですね 0.01% にも満たなかったっていうんです。この数字何か不思議だと思いません？アドベンチストの数がですね、よく言われるんですよ。1億の日本の人口に対して1万人のアドベンチストはちょうど 0.01% なんですよ。1世紀2世紀といえども、当時のクリスチャンたちは決して数の上で彼らを脅かしていたわけではないんですよ。だけれども 0.01% に過ぎないそのクリスチャンたちの存在がですね、 99.9% の異教の民にとってはですね、脅威だったっていうことですよ。まだ 0.01% に過ぎないうちに彼らを全滅させなければ自分たちが存続できないのくなるのではないかというほどに、 0.01% に過ぎない、誇りに過ぎない存在を恐れていたんですよ。さて、私たちはどうですか？ 0.01% に過ぎない存在がですね、そのまま 0.01% に過ぎないだけの存在だったとしたらですね、 99.9% にとってはほぼ存在していないのも同然だっていうことですよね。で、そういう、まあ、そういう、正直ちょっと言葉はきついかもしれないですけれども、まあ、情けない状態を
打開するためには、今日の4課の学びの要約であるところのこのタイトルに立ち返るっていうこと以外にはないのではないでしょうか。近在苦人、まあ、これイエス・キリストですよね。近在苦人の顔を見る。こう学びの中ではですね、近在苦人のような姿形になるっていう内容が書かれていると思います。そして主と同じ姿に変えられるっていうふうに安息聖句でも歌っていますので、私たちもそういう姿形に変えられていくっていう要素はあるはずなんですよね。だけれどもそれよりももっと重要なのは見ること。近在苦人の顔を、近在苦職人の生き様を見ること、見ることからしか物事は起きえないんですよね。目線がそれとずれたところにあってですね、なんとかこう姿形をそのようにしなければということでですね、努力したとしてもですね、そうはならないんですよね。面白い実験があったそうですよ。ですね、チーム A と B とに分かれてですね、試合をさせるんですけども、バスケットのね、チーム A にはですね、NBA のスター選手のかっこいいシーンをですね、ずっとこう見せるんですね。で、B チームにはですね、ひたすら上手なシュートが打てるように練習させるんですよ。でしばらくそれやって、全く違う練習方法で準備を終えた後にですね、チーム A とチーム B とがですね、試合に臨むんですけれども、どっちが勝ったか、一生懸命汗水流して練習したチームか、それともそういう、まあ、理想的なプレーをずっとこう脳の映像の中に叩き込んだチームか、勝ったのは映像を見ていたチームです。私たちが金細工職人の顔を見ることなしに、その品性を、その私たちの日常生活の中に表すっていうことはですね、まあ、少しはシュートが練習する前よりは入るようになったとしてもですね、そういう努力の結果っていうのは、これも言葉が過ぎるかもしれませんけれども、たかが過ぎている、たかが知れている。だけれどもこの金細工職人の顔を常に仰ぎ見るっていうことは、それ自体が私たちの救いに直結していますし、そして私たちは救われた喜びを持って、義務感に駆られてではなく、喜びを持って自発的に
こうなりたいっていう切なる願望を抱きつつ、それに似るものとさせられていくっていう歩みを経る、この重要な一点をですね、もし見失って今週の勉強を続けたとしたらですね、それは危険でさえあるというふうに私は思います。本当に私たちは金細工職人の顔を見るということにどれだけ時間と思いとですね、こう向けなければならないかということをこう痛感した、それが今週の学びだったのかなっていうふうに思っています。ですからまず私たちがもし金細工職人のような姿形に変えられていくとすればですね、目の瞳の中にキリストが映っているかどうか、そこから始まると思いますね。こういつまでたってもですね、カッときてつい怒鳴っちゃった、ああ私ってなんて短気なんだろう、どうすればこの短気さから自分が解放されるんだろうみたいなことをですね、堂々巡りみたいな感じでそういうものと格闘していてもですね、大した変化は起きてこないと思いますね。ですから何度も繰り返しますけれども、金細工職人の顔を見る、見る、はい、日曜日行きましょうかね。神の御形に、問1、神の御形は今や人間の中にどのように損なわれた姿で残っていますか。答え、ローマ人への手紙7章ですよね。こう私たちこう罪の生活の中にまみれて一人一人存在していますけれども、それでもですね、神の御形の片鱗らしきものはですね、若干は残ってるんですよね。でもそれがですね、人にアピールできるような形で何かその善良者とかですね、そういうものが残されているっていうよりも、むしろこういう形でですね、私たちの存在の中には神の御形が残っているんじゃないでしょうか。ローマ人への手紙7章
ですよね。善をしようとする意思は自分にあるが、それをする力がない。すなわち私たちの欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。もし欲していないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。そこで善をしようと欲している私たちに悪が入り込んでいるという法則があるのを見る。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるが、私の死体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。私は何という惨めな人間なのだろう。この自分という存在がなんて惨めなんだろう。したいと思うことができないこのがんじがらめの自分はなんて情けないんだろうと思えるということがですね、まだ私のこの存在の中に神の御方たちがかろうじて残っているということを表しているんだろうなというふうに私は思います。で、そんな私たちがですね、この人間の歴史の中で常に晒し者になってきてるんですよね。ヨブ記一章、マタイ5の16、第一コリントの4の9、エフェソ3の10等でですね、私たちはこの全宇宙と全人間存在の前で晒し者になっている。こう そしてですね、その晒し者にされている中で、どのようにしたら輝けるか、とりあえずはですね、いい人間になりたい、神の品性を表せるような人格を持ちたいと、ローマ人への手紙7章でパウロが思い焦がれてのたうち回っているように、私たち自身もそののたうち回りの中に身を置くという、そこから始まるし、長い間その海の苦しみをそこから逃げないっていうことを通して、私たちは自分の存在を暗闇の中に輝かせるというふうになるんじゃないかと思います。この一番下の問い、ちょっと面白い問いだと思うんですよね。ちょっと読んでみましょうか。巨大な競技場のフィールドにいる、それを想像してみてください。東京ドームのような、その中心にピッチャーマウンドに私たちがいるんです。観客席の右側には主に忠実な天の住人たち、そして左側には
ルシファーと共に堕落した者たちがいる。そこであなたの過去24時間の生活が映し出される。そしてその場合、どっちの側から歓声が上がるか、これ皆さんどう答えます？24時間の映像が包み隠さず、そういう競技場の中でですね、映し出されたときに、どういうときに、例えば悪魔の観客席から歓声が上がるか、何かこうついつい気に食わない相手を怒鳴ったときにですね、悪魔の側から歓声が起きる、そういうふうに考えた人いますか？違いますよ。私たちのそういう不甲斐なさがあらわにされたときに、悪魔の側から歓声が上がると思っているとしたら、それは間違いです。なぜなら、私たちのその不甲斐なさはですね、イエス・キリストによって覆われているからですよ。私たちのそのパウロが7章で嘆いているように、罪と戦おうとしても打ち負かされて、ついつい字が出ちゃう、我が出ちゃう。でもそれはですね、イエス・キリストが覆っていてくださるので、そんな時に悪魔の側から歓声は起きないんですよ。悪魔の側から歓声が起きる時というのは、私たちが目線をキリスト、金細工職人から離した時です。私たちが何とか自分自身の努力で自分の品性を築き上げなければならないと勘違いしてしまったときに、悪魔の側から歓声が起きるんですよ。ゼカリア書の3章にね、こう火の中から取り出されたようなみすぼらしい大祭司ヨシュアがですね、サタンに訴えられて、こう晒し者にされているときに、そのヨシュアはですね、聖なる衣で覆われているので、そういうキリストの贖いの御業の中に身が置かれている限り、悪魔はそれに対して何の訴える力もないので、そういう時に悪魔の側から歓声は起きないんですよね。だけれども、私たちがキリストによって守られているということを忘れて、あたかも自分自身の何て言うかな、品性形成への努力こそがこう救いの条件であるかのように勘違いして、キリストから離れてしまうときに、悪魔は大歓声をして、我々の側だっていうふうに、こうそれこそ喜ばれてしまう存在になってしまうわけですよね。ですから決して勘違いしないように、この質問を見たからといってですね、あ、まだ品性形成が私に不十分だわと思って
下を向いた瞬間こそがですね、サタンに狙われる時だということを、気を引き締めて吠えたける獅子が、なんとかして一人でも自分の陣営に引き込もうとしている時なのでですね、私たちは何度も言いますけど、金細工職人の顔を見る、目を離した瞬間が危ないんですよ。お家に帰ってゼカリア書の3章をもう一回見といてくださいね。どんな時に悪魔の側から歓声が起きるかっていうのが、こう分かる、大事な聖書箇所ではないかなというふうに思います。月曜日、清めの火の中の信仰。よくよく教会生活の中で自分のこの苦しみがですね、ヨブの苦しみと比較される場合があるんですけれども、でもですね、やっぱりヨブの苦しみって相当だったんじゃないかなっていうふうに私には思います。私もいろいろ苦しいと思いながら過ごした時間っていうのはあるんですけれども、こう大して苦しいほどでもないかったことを、なんであんなに苦しんでたんだろうみたいな、まあ、そういう苦しみ方しかしてこなかったと思いますね。まあ、ここをちょっと、じゃあせっかくですからですね、ヨブ記の23章の1節から10節までは読んでみようかなというふうに思います。私たちはやっぱり安易にですね、ちょっと苦しいからといって、ヨブも相当苦しんだのよねみたいな感じで、自分の苦しみとヨブの苦しみとをですね、こう並べるっていうのはですね、ヨブの23の10、そこでヨブは答えていった。今日もまた私のつぶやきは激しく、彼の手とは神様の手ですよね、私の嘆きにかかわらず重い。どうか彼を訪ねてどこで会えるかを知り、その御座に至ることができるように。私は彼の前に私の訴えを並べ、口を極めて論議するであろう。私は私に答えられる御言葉を知り、私に言われるところを悟ろう。彼は大いなる力を持って私と争われるであろうが、いな、かえって私を顧みられるであろう。賢しでは正しい人は彼と言い争うことができる。そうすれば私を裁く者から永久に救われるであろう。見よ、私が進んでも彼を見ない、退いても彼を認めることができない。左の方に尋ねても会うことができない、右の方に向かっても見ることができない。しかし彼は私の歩む道を知っておられる。彼が私を試みられるとき、私は金のように出てくるであろう。まあ、一読してですね、この彼のこの、なんていうかな、叫びうめきの中心にあるものっていうのは、神様、どうして私をお見捨てになっておられるんですかっていう、あの十字架の究極の叫びに通じるものですよね。でもそのような
炉の中で時を過ごすっていうことがですね、今週のテーマのところに書いてあるように、私たちをキリストへと近づける、はっきり言って唯一の方法ですよね。それ以外の方法によってはですね、私たちは神とこれほどに息がかかるように歩みを共にするっていうことは、それ以外の環境ではですね、不可能だと思います。残念ながら。ですので本当に苦しいと今それぞれの人生の中でですね、感じていらっしゃる方がいるかもしれませんけれども、それはですね、本当はこういうのは酷かもしれないですけれども、喜ぶべきことなんですよね。なぜならそういう時、まさに神様は息がかかるほどにあなたのそばにいてくださるからですよ。この月曜日の4行目のところに、目に見えない方を見るようにしてっていうヘブライ語、ヘブル人への手紙11章47節の引用句が書かれていて、まあ、これはですね、モーセの体験のことをそういうふうにヘブル人への手紙の著者がですね、描写している場面なんですけれども、本当に苦しい時はですね、その苦しい現実そのものに心奪われるんじゃなくて、そこに息がかかるほどにそばにいてくださるって確実に約束しておられる方を見る以外に、そのような状況を乗り越えさせる方法はないですよね。はい、現実逃避っていうのはあまり良くないことかもしれないですけども、本当に苦しい時にはですね、現実を直視するよりも大事なことがありますね。そこに神の目を閉じて、そこに神の存在を見るっていうことが、現実そのものを直視するよりもはるかに重要です。目を閉じた瞬間に見えてくるものっていうのがあるんですよね。目を閉じた瞬間に開かれる目っていうのがあるんですよ。信仰の目です。終末時代に生きる私たちですから、いよいよですね、こう厳しい環境の中にますます突入していくということを私たちは覚悟しなければいけませんけれども、そういうところに突き進んでいく私たちに配慮して、イエス・キリストが火曜日、イエスの最後の言葉を残してくださってるんですよね。
イエスの最後の言葉は十字架の言葉なんですけれども、でもこう拘束される前に自由にこう心に刻むべき戒めとして長い説教をしてくださったのがこのマタイによる福音書25章の2つのお話ですよね。1つ目は十人の乙女、もう1つは羊とヤギの例えですよね。私お恥ずかしながらですね、こう油っていうこのアイテムがですね、まあ、精霊を表すっていうのはもうずっとそうだと思ってたんですよ。まあそう聞いても来たっていうのもありますけども、でもこれが品性を表すっていうのはですね、恥ずかしながら初めて、あ、そうなんだっていうふうに気づいた次第なんです。でこの油が品性を表すっていうことに関してはですね、金曜日のところにエレン・ホワイトのユースインストラクターっていうところからの引用文にですね、しっかり、かなりの分量で書いてあるので、そっちを参考にすればいいんですね。要するに品性っていうものは、代替不可能、その人の品性はその人だけのものっていうことで、こうこの油が品性っていうふうに表すことができるんだっていうことがですね、ここの金曜日の真ん中あたりにですね、詳しく詳しく書いてありますので、そっちを参考にすればいいですね。で、聖霊っていうのはですね、まあ、昔からどこの教会でもこの油は聖霊のことですっていうことはですね、長年言われてきているわけなんですね。この聖霊っていうことをですね、目に見える形で捉えたいと思っている方が結構おられるのかな。私はこの目に見える形で聖霊の油が注がれているっていうことが今一つ理解できないのよねって考えてらっしゃる方、この中にもいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、これもまたですね、苦難の時の神様の御臨在っていうことが決して目に見えないのと同じように、何かこう目に見える現象としての聖霊の働きっていうところをですね、あまりそんなに欲することにそんなに重要性はないように私は思っています。神様が聖書の言葉を通して聖霊が豊かにあなたに向かって注がれているっていうことが言われているわけですから、私たちはそれを感覚でとか、そういう何かこう周りを圧倒するような現象でとか、そういうことに一切依存せず、聖書に書かれてあるその言葉を通してその現実をですね、信仰の目を持って捉えるっていうことがとっても重要ですよ。そしていかに自分自身の思いの中でその聖霊の私に向かって豊かに注がれている聖霊の神様との交わりがこの時間の流れの中で体験されているか、自覚されているかっていうことがですね、重要です。
賢い乙女はそういう生活を送った。愚かな乙女はそのことに思いが及ばなかった。その違いがありますよね。で、それと関連づけて羊とヤギの例えがこうすぐつなぎ合わせて出てくるのかしら。あ、そうじゃないか。違いますね。その間にタラントの例えがあるんですね。まあでもこの間にタラントの例えがあってですね、この最後のイエス・キリストの最後の膝つき合わせての恐らくは二階屋敷での最後の説教は、私たちが困難な時代を迎えるにあたってですね、こうこのことによくこう思いを向けなさいということで、その配慮のもとでイエス・キリストが私たちに語ってくださった説教ということになりますね。で、羊とヤギの例えはですね、私たちの日常生活でいかに生きるべきかということをこう私たちにこう明らかに示してくださる示してくださる。だから私たちはどこに目を向けなければならないかっていうことなんですよね。そして最も小さなものに目を注ぎなさいっていうイエス様からの最後の教えがあるわけなんですよね。私聞いた話ですけれども、他教派の牧師さんがですね、こう教会に送り出されるときに、こうなんていうかな、あなたは牧師として教会の中で最も陰にいる人のそばに、その傍らに常にいるように心がけなさいっていうふうに教えを受けて教会に派遣されるっていう、どっかの神学校があるみたいですけれども、これはまさに正論だと思いますね。こう何かこう教会の中で影響力のある人に、その人への対応にこう多くの時間が費やされるっていうのは、やはりこのイエス・キリストの最後の説教の中にこの羊とヤギの例えが置かれていることを考えるとですね、牧師としてのふさわしい姿じゃないのかなというふうに思いますね。教会の一番隅の一番傍らにいる人の一番隅にいる人の傍らに牧師は常に身を置いていなさいというふうに送り出されて、教会に使わされる牧師っていうのがですね、本当に、正しい送られ方なのかなというふうに思います。やっぱり最も小さな人に対しての配慮っていうのが、なんていうかな、その人の影ひなたのない一番誰も見ていないところでのその人の真の姿とリンクするっていうのは、これ確かにその通りなんだろうと思います。はい、もう余韻が鳴っちゃいました。それで、水曜日は目覚めた人ですよね。これも本当に私たち現代を生きる
私たちにとってこのダニエルの言葉っていうのはよく肝に銘じておかなければならない。これから生きる私たちはですね、イエス・キリストの教えをいかに真剣に受け止めたかどうかによってくっきりと明暗が分かれていく。そのことをダニエルも明記していますし、この引用文、引用聖句の中にある黙示録の22章の11節も、その同じことが書かれてあるわけなんですよね。本当に、これから一体どんな時代に向かっていくんだろう、そのことに不安を覚えない人はいないと思いますけれども、そこからですね、ちゃんと安定した信仰者としての歩みに軌道修正をしていくにあたってですね、今週の学びっていうのは本当に多くのものを私たちに語りかけていると私は思います。木曜日、一人で戦う信仰の戦いというのもありますし、共同体の中で一致団結して悪しき世に対峙するという私たち信仰者の戦いがあります。でもですね、これ一人で戦うっていうところにこう追いやられる人っていうのはですね、よっぽどですね、神様から重要な役割をですね担わされている人なんだろうと思いますけれども、私たち当面のですねクリスチャンとしての生き方としてはですね、共同体の中で私たちはそれぞれに与えられている輝きをですね表していくっていうことがですね大切な歩みなんですよね。そしてですね、共に生きるっていうのは結構大変ですよね。私もここ数年ですね、こう、 うちの奥さんがこう心の中でずっと我慢して耐えていたその思いをつい最近ぶつけられまして大いに反省をこう余儀なくされているというところに今いるんですけれども、ぶつからない夫婦っていうのは危ないそうですよ。なぜならどっちかがぐっと耐えていて、ついにそれが爆発するっていうようなですね、そういう私もそういう経験をちょっとつい最近したんですけどもね、こうぶつかりながらもそれでも愛し合って共に生きていくっていうチャレンジをする場所であるのが共同体っていうことですよね。教会の中でもですね、切磋琢磨しながらこう力を合わせて神様の私たちに与えてくださった使命をしっかりと果たしていきたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、本当にいろいろと言いましたけれども、最も大切なことは近在国人のあなたの顔を見る、そのことが私たち自身の救いにも直結していますし、その救いを人々と分かち合うのになくてはならない大切な私たちの生き様です。どうぞ私たちをそのように用いてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
恵まれた教科の時間を感謝したいと思います。それでは平行賛美歌を共に歌いましょう。皆様お立ちください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、今このように恵まれた聖書の学びのひとときをお与えくださいましたことを感謝いたします。また新しい1週間を迎えようとしておりますけれども、あなたの御言葉を心の中に置き、聖霊の導きによってこの1週間を歩んでいくことができますようにお助けください。この祈りを感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆様ご着席ください。このあと10分間の換気の時間を取りたいと思います。10時50分にはこの場にお戻りください。